夏希さんが今まで睡眠中に見た夢の中で強烈に印象に残っている夢は何ですか？強烈にやな。あんまりな夢って私次の日には忘れちゃうんやけど、私がこの世界でめちゃくちゃ小さい小人？で、まあ普通にね世界が回ってるんですけど、その夢見た日はなんかな、動物園にいたんやけど、なぜか象が逃亡しだして、私を見つけてね、踏みつぶしにかかってくるの。だん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 って私を潰しにかかってきて、まあ私は逃げるじゃないですか。そしたら小人やから、まあ視界が狭いわけで、逃げてて、まあ崖からね、落ちたんですね。落下して、まあその下が海やって、ゴボ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 ーっと暴れそうになって、ああ苦しい、ああやばいわこれって思った瞬間に目覚めて、焦ったっていう話です。なんで私だけが小人なんですかって話。意味不明な話ですよね。変態的な質問をさせてください。今履いている下着はどんなものですか？恥ずかしい。今日な、履いてるやつやんな。今日めっちゃ晴れやねんけど。いい？めっちゃ派手やで。覚悟しといてや。今日は、まあ、有名やねんけど、ワコールっていう、有名な下着メーカー、のやつです。色は派手です。赤色です。形状はね、下着って、あれ？パンツの？パンツは、左は2段のなんか紐みたいな感じで、右はまあ普通にゴムのパンツみたいな感じのなんか派手なパンツ。でも上は、花柄が刺繍してある、普通の、ブラジャーです。わかるかな？説明下手でごめんね。こんな回答でいいですか？嬉しい？大丈夫？大丈夫かな？